俳優の吉岡里帆が8日、東京ディズニーシーの新エリアファンタジースプリングスを楽しむ様子を自身のインスタグラムで紹介した。吉岡は、ガンニバル本編も我々無事に取り切ることができました。今回も過酷ロケの連続でしたがなんとか集結します。公開時期はまだ未定ですがさらにパワーアップしているかと思います。シーズン2もお楽しみにと告知、真っ白が大活躍します。 2年間、難しい役を本当にお疲れ様ディズニープラス。ガンニバルに、よろしくお願いしますとガンニバルで娘役を務める清水コ,コネとの写真を投稿した。緑の半袖ニットに黒のショートパンツ、足元にはブーツを合わせたコーデの吉岡。清水と共にファンタジースプリングスで、隠れミッキーを探す様子などを公開した。この投稿には、めっちゃ可愛いですね、姉妹みたい。 美人などの声が寄せられた一方で2枚目に投稿した吉岡の太ももがアップになった1枚では右膝付近にあざのようなものが見受けられる。これには足のあざ大丈夫ですか足けがされてますか見事なあざ、右足のあざが気になってまうなど心配の声も上がった。